ッドイブニング YouTube、 どうもアッスンです。さあ今回もやっていきましょう、百均のおもちゃレビュー。今日ご紹介するのはこちら、音が出るアクションピストル。気にせず撃ち合うノーマン、バーン。敵に気づかれないサイレンサー、ピュン。音が出るのが売りなのに音が出ないようにするサイレンサーがついてるあたり、よくわからない。早速開けてみましょう。あーちょいちょい、はい、早速撃ってみましょう。電池入れないと音なんない。さあ今度こそ音を出してみましょう。いきます。思ったより音がちっちゃい。まあでもこれ以上大きかったらうっさいか。スライド引いても音が出るらしい。チッチッ。なんかちょっと癖になってきたな。これで満足しちゃいけない。サイレンサーがまだある。こいつをつけて撃ってみよう。はい、サイレンサーセット。さあこれで音が出るアクションピストルから音が出ないアクションピストルに変身なのか、撃ってみましょう。くせ。あれ、こいつ撃つたんび落ちるんだけど、こいつ。え、分かったよ、ちっちゃい。あ、回さないといけないんだ。これで大丈夫でしょう。あ、それサイレンサーってこんな、わかんないけど、なんか光線銃みたいな音だよね。ブラスターって感じ。もう一回外してみましょう。なあ、何やってんだ俺。そういえば言い忘れてましたけど、これ300円です。お前に明日は来ない。知らないかなと思う、これ。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time! バイバイ。